許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。こんな縁好きにさせてたまるかよ。やめろ、やめるんだ、ニッチェ、ニッチェ。極道の世界で竜と呼ばれる男、一匹でええんです。本部内の全員連行や。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。これが花火。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。あの男が北条会の人間だからよ。伝えておくぜ。あれからもう20年以上経つのか。あのおっさんが抱える深い闇、俺はそれを理解してやることもできやしねえ。カッコつけるのもいい加減にして。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。でかがあるんじゃねえ。また俺の前で人を殺すのか。裏切りよ、もう誰も信じられないわ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。どんな結果であろうと俺が全てを受け止めてやる。